キャッチャー基準でピッチャー乗ろうってずらした、みたいなことはないよなと。お疲れ様です。KT です。今日は4月28日ということで、本日もカープラボをご視聴いただきましてありがとうございます。いやー惜しかったですね。最後なんとかなるかなというふうに思いました。秋山選手のねところではまあ1点は最低入るだろうというふうに思ったんですけども、残念なね結果負けとなってしまいました。まあしかしですね、昨日の激闘延長12回から今日は広島からね東京までの移動ゲームということで、選手の体の負担はね非常に大きいものだという中で、このようなゲームを見せてくれたことはね非常に嬉しいなというふうに思います。特に最後の攻撃ですね、あそこで菊池選手走るか野間選手走るかと、まあ去年までにはねない作戦だったと思いますんで、特に菊池選手のところですね、走ってアウトになったら本当にもう流れがバサッと、切れるところで、まあおそらくフォークでワンバンになってくれみたいなね、願いを込めた、スタート、ギャンブルスタートだったと思うんですけども、まあまさかのね、直球、しかも高めの直球というところで焦ったとは思うんですけども、逆にキャッチャーのね大城選手が差し込まれてしまって、送球までのね動作がスムーズにいかずに、セーフになったというところだったんですけども、まあ相手もねなかなか難しいです。ああいう場面で、いつも通りのパフォーマンスを発揮するというのは難しいので、そういう相手の、ね、隙をついた盗塁というので見事だったと思います。本当に9回の攻撃というのは、ね、見ててワクワクするところがありましたので、負けてしまったけども、非常に満足度の高い、ゲームになったのかなというふうに思います。まあ、ですが、もう先ほども申したんですけども、貯金なくなってしまって5割に、ね、戻ってしまいましたので、これでまた借金に、ね、一度入ってしまいますと、ずるずるずると、いってしまう恐れもありますので、なんとか、ね、明日コルニエル投手、頑張っていただいて勝利したいなというふうに思います。はい、そして今日ね大勢投手たくさん球数投げさせることもできましたし、ジャイアンツの方はね昨日に引き続きまして、先発投手が早い回でマウンドを降りるという展開になっていますんで、中継ぎ投手もね結構疲労溜まってきているということになるはずなので、まあ明日のゲームはカープの方がね分があるのかなというふうに思います。で今日はカープ勝ちパターン使っておりません。松本投手、ターリー投手、それから矢崎投手、栗林投手、使っておりませんので、明日のピッチャーのねやりくりというのはカープの方が結構余裕あるというふうに思います。なんとかね明日勝って、まずは5部に戻して貯金1に戻して、日曜日も勝って、今週の1週間1試合雨で流れてしまいましたんで、5試合かなの中を3勝2敗で勝ち越して終われれば十分かなというふうに思いますんで、なんとかね明日頑張りましょう。で今週のローテでいきますと、まあ表ローテはね大瀬良さんと栗さん並べて、逆に週末は遠藤さん、コルニエルさん、アンダーソンさんというような予定になっていまして、まあ遠藤さん次第ではね3連敗もあるんじゃないかなというふうに予想を立てている中で、今日ねその大事な初戦遠藤さんで落としてしまったというところで、なかなか明日明後日も難しい展開にはなると思うんですけども、ずるずるだらだらね言ってはいけないというふうに思いますんで、我々ファンがねしっかり応援して明日の勝利後押ししたいなというふうに思います。はい、というわけでこちらのチャンネル、広島カープ応援チャンネルとなっておりますので、まあ、明日はね、ぜひもう一回貯金生活に戻すぞというふうに気合入っている方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そして今日のね、9回の攻撃は痺れたという方は、いいねボタンで教えてください。よろしくお願いします。はい、それでは本日も、反省会の方を進めていきたいと思います。満足度の高いゲームですし、ナイスゲームだったというふうには思うんですけども、やっぱりね、負けてしまいましたので、しっかりね、反省するところはして、明日に臨んでいきたいなというふうに思います。はい、で、今日もですね、野手、投手の、順番で進めていきたいと思います。まずはじめ、菊池選手からいきます。バッティングの方、相変わらず好調で、昨日5安打、今日2安打と、いうことで、2日で7安打と、いうペースで、もう今年中に2000安打いくんじゃねえかと、いうぐらいペースアップしておりますけどね、さすがにそれは無理なんですけども、バッティング好調維持しておりますんで、このままね、継続していってほしいなというふうに思います。はい、そして守備の方もね、やっぱりさすがだなというプレーが随所に見られるんですけど、まず一つ目はですね、セカンド後方といいますか、まあ、正確にはファースト後方の位置に当たるんですかね、にフラフラと上がったフライですね、野間選手と菊池選手の間に落ちそうなフライだったんですけども、まあ、菊池選手がね、しっかりキャッチするというプレーだったんですけど、まあ、野間選手はね、結構長くコンビ組んでおりますんで、野間選手がうまく身を引いたという形になりましたけども、あれがね、大森選手とかだとね、逆にぶつかってしまっているというような恐れもあるような当たりだったんですけども、まあ、最終的には菊池選手に任したということで、最後ね、キャッチする直前に、
菊池選手1個ピョンと、ジャンプしてキャッチするというところを見ますと、かつですね新庄選手もあのフライキャッチするときは最後、取る直前は1歩、ジャンプした方が逆に目線がぶれないよと、ずっと走っていると、目線がぶれるけど、最後1歩、ジャンプすることによって、しっかりね目線がぶれずに、キャッチすることができると、言ったのをねちょろっと思い出しました。はい、まあ、そこはどうでもいいんですけども、まあその後のプレーですね、あのランナーが1塁にいて、2アウトでオコエさんかな、丸さんがタイムリー打った後かな、はい、あのオコエ選手が二遊間にねいい当たり打ったんですけども、まああのスライディングキャッチと言いますか横っ飛びと言いますかね、取ってセカンド、丸選手をアウトにするというプレーだったんですけども、まあ取るまではねさすがなんですけど、取った後もね、さらに素晴らしい判断ということで、まああのあそこね焦って強い球投げようとしてね、あのスナップを効かせようとすると、あの体勢が崩れてるだけに、あのちょっとねコントロール効かないというふうに判断して、もう強い球じゃなくてもいいからすぐ投げようと、それでもアーム式と言いますかね、このスナップを効かせない、腕をしならせない投げ方でふわーっとはいくんだけど素早く投げる、みたいな感じでセカンドアウト、フォースプレー取るということで、あの辺のねとっさの判断というのがね本当に素晴らしいですね。あの辺はやっぱりね普通のセカンド、二塁手だと焦ってしまって強い球投げようとしてね、変にスナップ効かせようとして暴投みたいな感じにね、なってしまうところを、まあ落ち着いて、あのこの取ってからの素早さで投げれば、強い球じゃなくても正確に投げればアウトにできると、それよりもコントロールが大事だという判断、さすがの菊池選手でございました。はい、そして野間選手ですね、逆方向今日もいい当たり出ておりました。まあ秋広選手ちょっと追い方まずかったところもあるんですけども、2打席目ですね、あのレフトオーバーツーベース打っておりまして、あっちのバッティング伸びますね。あの今年の 2カード目かな、タイガース戦でも、確かフェンチョク打ってたんですけども、レフト方向意外に伸びるということで見事なバッティングでした。もう1打席目のゲッツを見た時はねおいおいと思ったんですけども、まあ2打席目でね、しっかりカバーできたというところを見ますと、野間選手状態いいのかなというふうに思います。はい、そして守備のところですね、大城選手の大飛球、岡本選手かな、ファーストにランナーいるところで、まあ、フェンチョクだったんですよね。あのダイレクトに取ったかと、見えたんですけども、一瞬、まあ、あれがフェンスに、一瞬かすった中で、グローブにねダイレクトで入ったというプレーになりまして、セカンド落ち着いて投げて、フォースアウト取るということで見事なプレーでした。もうあのプレーをね、見た人はあの開幕カードの神宮でのプレーですね、はい、村上選手のフェンチョク、記録的には、エラーも絡んだんですけども、ランニングホームランみたいな形になった、あのプレーを思い出した方も多いかと思うんですけども、まあ、あのプレーをねしっかり反省して、先にフェンスについて、ジャンプ1番で、取りに行くと、まあ、あのフェンチョクはね仕方なかったんですけども、その後ね落ち着いて、セカンドに送球したというのは非常に見事な、プレーだったと思います。はい、そしてね9回も、見事にセンター前でつなぐということで、バッティングの方も状態上がってきておりますし、守備の方でも頑張っていますので、野間選手もねこれから頑張っててほしいなというふうに思います。ただですね、初球全く振りませんね。あの7回の打席だったかな、あの4打席目になるのかな、はい、初球しか打てる球なかったんですけど、それをね全く振らないということで、今日はですねゲーム中はですねコミュニティ機能を、開放しまして、視聴者さんの、ね、方からコメントいただいておるんですけども、その中で、データをね得意にしているモン吉さんという方が、野間選手初球振らない率、速球の、ストライクを振らない率はもう 10% を切っているということで、なかなか初球振らないんですけども、まあ、初球がねやっぱりファーストストライクというのはやっぱり一番ヒットにする確率が高くなってきますんで、その辺ね打っていい時、待つべき時というのは見極めて、しっかりね、打っていい時はしっかりスイングかけてっていいのかなというふうに思います。はい、そして3番秋山選手、まあ、今日ねヒット2本出ておりますし、最低限の進塁だと、いったところもねしっかり仕事の方はしてくれているんですけど、やっぱりね、最後の場面、ワンアウトで2塁3塁までいくのかな、盗塁した後でいきますと、はい、もうあそこで1点ね秋山選手は間違いないだろうと、できれば2点取っちゃおうぜというようなね、期待を持った人多いと思うんですけど、まさかのね三振ということで、その前のインコースですね、厳しいところ、スイングかけてしまって、ボールっぽかったんですけども、ハーフスイングと言いますかね、ファールチップになってしまって追い込まれるというところになって、最後はねちょっと独特な軌道、外に逃げていくストレート、空振り三振となってしまいました。インコースがね効かされていたんだと思うんですけどね、結構ドラゴン戦からね秋山選手インコース厳しいところ投げられるというのが多くなってきてますんで、まあ去年からねしっかりデータが溜まってきて、インコースが弱いと、もう本当にベースに対してね、右足の踏み込みがね、めちゃくちゃ近いということで、インコースをねえぐってこようという相手のねバッテリーがだんだん見えてきておりますんで、まあその辺をねしっかり対応できるというふうに思います。
思いますので心配ないんですけど、やっぱりねチャンスのあそこで、なんとかねゴロでもいいんで、打ってくれたら面白かったかなというところで残念ですけども、まあ秋山選手ねこれまで、たくさん幾度となくチームをね救ってきてくれておりますので、もう文句ありません。秋山選手で打てなかったらしょうがないということで、もうここはね割り切りたいなというふうに思います。はい、そしてマクブルーム選手、その後ですね、まあ最低限ということで野間選手のツーベース、秋山さんの進塁などあとですね、まあ内野ゴロで1点、打点を稼ぐというところだったんですけども、まあ1点デイビッドソン選手のホームランで先制した後で、2点目となる、シーンだったので、ひょっとしたらね前進守備敷くのかなというふうに思ったんですけども、まあジャイアンツはねあの後ろに下がるという判断をして、まあ結果的にね、このように5点ゲームになるというのを読んでたかのように、後ろに下がって、まあ1点はくれてやる、2点目まではくれてやるというような、ね、守備になったんで、本当に、ね、結果的にはあの守備位置が正解だったんだというところで悔しいんですけども、やっぱり最後ですね、これまで秋山選手がね頑張って返してくれてたので、秋山選手が三振したところで、マクブルーム選手がね取り返してくれるというところが見たかったんですけども、やっぱりねああいう大勢さんのように、力のあるまっすぐ、そして落ちるボールのあるピッチャーというのはなかなかね打ち返すのは難しいかな。でも4番を打っている以上ね、どんなピッチャーが来ても、なんとかしてくれるというふうにねファンに思ってもらえるぐらい、打ってほしいなというところはあるんで、これからですねもう秋山選手が凡退した後は、マクブルーム選手が返すというところで頑張ってほしいなというふうに思います。はい、そして西川選手、変態ヒットね、出ました。いつもね、変態ヒットはレフト方向に、打ちがちなんですけど、今日はね、ライト方向になんか中途半端なスイングで、もうテニスかのような感じでね、合わせた感じでバット出してライト前に運ぶというようなヒットでね、お見事でございました。もう今日全体的になんかね、タイミングがおかしいということで、もうボテボテのゴロを打ったりということで、まあ今日はね、西川選手の日じゃなかったというふうになりますけど、そんな中でね、ちゃんとヒットを打つというのは素晴らしいかなというふうに思います。で、今日でいきますと、やっぱりね、秋山さんの後ろに西川さんがいると、面白い試合展開になるんじゃないかなというふうにね改めて、思う試合だったんで、まあでも今日ねマクブルーム選手も結果出ておりますんで、ここ最近はねなんとか出ておりますんで、まあこのまま、3番秋山さん、4番マクブルームさん、5番西川さんという並びは変わらないというふうに思いますけども、まあマクブルーム選手のねもう尻拭い的な感じで5番としてね、西川選手には頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、そして今日6番に入りましたデイビッドソン選手、久しぶりに出ました、ドンということで看板直撃なんですね。1年分のビールがもらえるということみたいなので、まあ飲みすぎにはね注意して、日本の美味しいビールを堪能していただきたいなというふうに思います。まあすり足に変えてからねヒットは出るようになったけど、飛距離の方パワーの方がね、落ちているんじゃないか説、さらにはヒットも出てないんじゃないかというふうに言われている中でね、今日はもうスカッとする、一発が出たということで嬉しかったんですけども、ただですねその次の打席まではまだ良かったですね。ライト方向にいい当たり出ておりました。ちょっとねあっち向いてほい感があったんですけども、まあ右方向にいいバッティングできたというところで1打席目2打席目、いい感じだったんですけども、逆にですね3打席目4打席目はもう共にですね低めの変化球にくるっと回ってしまいまして、ちょっと最悪な内野となっておりますんでね、まあどっちが本当のデイビッドソン選手かと、言ったらもうこれどっちもで本当のねデイビッドソン選手なので、まあ両方ともね受け入れながら、見ていきたいなというふうに思うんですけど、やっぱりねチャンスのところでは、粘り強くね打ち返してほしいなというところはありますね。はい、そして上本選手、こちらですね、先ほどの野間選手の、大城選手のフェンチョクを直接キャッチみたいな、当たりだったんですけども、セカンド送球ね、まあ、野間選手落ち着いて投げたとはいえショートバウンドになったんですよね。まあ、そこで上本選手ねしっかりショートバウンドすくい上げて、キャッチしたというところで、あれもね見えないファインプレーですね。あそこで落としてしまうと、バッターランナーもセーフなので、一気にね一塁二塁というピンチになるところで、まあ、野間選手も見事だったんですけども、しっかりねその送球に対して、フォローするという上本選手もお見事だったと思います。はい、そしてね今日チャンスで1本ということで、まあ、打撃の方はね上向き、ちょっと 打点のところにはねならなかったんですけども、まあ、ヒットも出てきだしたということで、これからね期待していきたいというふうに思います。で今日はまあ葉月さんがね上がってきているということで、さらにね、内野のサバイバル化、増しているというふうに思いますんで、上本選手もこれからね頑張ってほしいなというふうに思います。はい、そして、その次相澤選手、今日キャッチャーでね、まあ、遠藤投手ということもあって入っておりますけども、今日はいつもより比較的インコースをね使っているなという印象を受けたんですけども、まあ最後のねそのさっきの上本選手のねレフト前でマクブルーム選手余裕のアウトですね、はい、なったんですけども、まあそこはね次のバッター相澤選手の天秤にかけて、もう秋広選手の暴投をね期待して回したということだと思うんですけども、まあ本当に楽々アウトだったんで、
回した瞬間ね、レフト、あれポランコ選手だったっけ、いやいやいや移籍しとるわ、ウォーカー選手、いやいやいや一軍にいるかみたいな、あ、秋広選手やみたいな、普通にね、二松学舎ですよね。で、ピッチャーやってるということでね、肩なんか強いに決まっているのに、もう楽勝でアウトということで、秋広選手もね、結構余裕持って強い球というよりはもうコントロール重視で、あのシートバッティング、シートノックの最後の一球ですね、一本バックで投げるぐらいのね、力感で正確に投げてアウトということで残念だったんですけども、まああれも国母コーチが回したという理由はやっぱりね、8番の相澤選手に期待ができないと、相手のエラーの方が、エラーと言いますかね、ミスの方が期待できるという判断で回したと思うんですけども、まあそれぐらいのね、期待感しかないというふうにベンチからも思われておりますんで、まあこれはね、悔しいと思って頑張るか、もうそれぐらいのね、期待感しかない、バッターだったら相澤さんじゃなくて坂倉さんでもいいんじゃないかなというふうにね、見てる方としては思ってしまいます。はい、そして、代打で田中選手出てきましたね。ピッチャーのところで出てきたんですけども、まあ、あそこは無理して田中選手を使うというより、やっぱりね、若手でもいいんじゃないかなというような印象は持ちました。で、まあ、結果的にね、9回、韮澤選手、大勢さんからヒット打ってるんで、まあ、良かったんですけども、ああいう場面でね、韮澤さんを使ってあげるとか、昇格してきた葉月さんを使ってあげるとか、もうシンプルに坂倉さんをね、出して、相澤さんをベンチに引っ込めるとか、そういう代打でも、代打の順番でも良かったんじゃないかなというところで、まあ、田中選手ねピッチャーのところでワンアウトランナーなしぐらいですよね。はい、無理やり代打に出す場面だったので、そこで田中選手を使う必要はないのかなというようなイメージは持っております。はい、ただですね、韮澤選手ナイスバッティングですね。大勢さんから打ったというのはこれ自信にしていいかなというふうに思います。もう初球からですね、まあ、レフト方向といいますかサード方向のファールにはなっていたんですけども、速いまっすぐにね打ち負けてないなという印象をそのままにですね、ライト前に引っ張ってヒットが出るというところはね、お見事だったというふうに言います。そしてその韮澤さんの今シーズン初ヒットになったんですけども、ボールがなぜかベンチに帰ってきて、それを堂林選手が受け取って、あれ今シーズン初だよねみたいな、プロ入り初去年打ってるよねみたいな感じで、このボールどうすりゃいいのみたいな感じで、顔をねキョロキョロしてるのが結構印象的だったんですけども、まあ、今シーズン初ヒットをね全部集めていたらえらいことになってしまいますんで、まあおそらくね普通に返却されたと思いますけども、韮澤選手今シーズン、初打点が昨日記録されて今日は初ヒットということでノリに乗っておりますんで、明日以降もねいいところでまた1本出してほしいなというふうに思います。はい、そしてね、まあ、9回のところでいきますとアンパンチ炸裂ということで、やっぱりねまだまだ強いねストレートには強いということで、しっかり打ち返して、タイムリーておりますんでね、もうさすがです。で、今日の場合でいきますとまだね点差がありましたので、無理にダイソーを使う場面じゃなかったんでね、ダイソー探ししてましたけども、今日はダイソーなしで、菊池選手をその後のねヒットでホームまで帰るということで、これ二塁まで全力出しって二塁からホームまで全力出しるということで、明日足パンパンかもしれませんけども、松山選手ナイスバッティングでございました。はい、それではピッチャーの方も見ていきたいと思います。3連戦初戦大事な一戦だったんですけども、遠藤投手ですね、なかなか今年は勝てないなという展開が続いておりまして、今日ですね、5回4安打3失点という内容になっておりまして、まあ4回のところですね、なんかどっかを痛めたかというような感じでベンチに下がるというような展開になりまして、まあ序盤からですね、0、3つ並べたんですけども、いまいち調子がいいのか悪いのかというのも分かりづらい内容になっておりまして、結構いい感じで捉えられた打球がフェンス手前で失速してね、外野フライに終わるとヒヤッとするような当たりもあったんですけども、まあそれでもね、なんとか3回まではゼロを並べて4回まで行ったんですけども、4回でねどこを痛めたか現時点ではねちょっと詳しい情報出てきていないんですけども、まあそこでちょっとしたら降板、大瀬良投手に続いてやばいかなというふうに思ったんですけど、なんとかね戻ってきて続投という形になったんですけども、逆にねそっから打たれてしまったというところでね、まあゲッツーマクブルーン選手でね取り切れていればというところもあるんですけども、坂本選手にホームランを食らうということで、まあ、そのねホームラン食らったのは高めに抜けたチェンジアップだと思うんですけど、その前のインコースへのストレートですね、まあ、先ほど相澤選手今日はインコースのストレートをインコースで攻める配球が多いというふうに喋ったんですけども、まあ、それのね一番の象徴的なシーンだったんですけども、インコースを得意にしている坂本選手に対してインコースにストレートを投げるというところでね、まあ、そこをねボールでいいよと、ボールでいいと言いますか、ボールにしろという感じでね、見せ球でインコース厳しいところ投げろという
と要求に対してね、見事答えてね、いい球いったんですけども、まあその球を生かすことができずに、次の球のねチェンジアップを見事に、ちょっと外めなんですけどね、やっぱり坂本選手届くんですよね。でホームランになるということで、ちょっと最悪な結果になってしまったんですけども、ちょっとね今ふと思ったんですけども、まあ江戸投手本来でいけば昨日ぐらいのね、登板、昨日一昨日かぐらいの登板予定なんですけども、まあ雨があったというのもあるんですけども、大瀬良投手、栗投手を並べたというのちょっと不思議だなというふうに思っていて考えたんですけども、今日、相手のピッチャーが高橋投手ですよね。で左ピッチャーで、高橋投手なので、逆に相澤選手を使いやすい、なので遠藤投手もずらしてみたいな感じでね、このキャッチャー基準でピッチャーのローテずらした、みたいなことはないよなというふうにちょっとふと、ね、変なところを勘ぐってしまいました。左ピッチャーのローテに合わせて、相手ピッチャーがね、左ピッチャーのところに合わせて、そうすれば相澤使いやすいぜ、そうすればピッチャーも遠藤を持っていくぜみたいな感じでね、ではないことを願っております。はい、そしてその後受けましたケムナ投手も今日はね失点してしまいました。ちょっと残念ですね。最近はランナー出すものの、ゼロでねなんとか切り抜けてくるというところで、去年以上の成長は見られていたんですけども、今日に限って言えば去年と同じような感じでね、フォアボールも絡めながら、1イニング投げると1点取られてしまうという結果になってしまいまして、まあ今日のね試合展開を考えますと、まあ次の戸根さんもそうなんですけども、無駄な1点がね、やっぱり最後重くのしかかってくるので、ああいうところでね、なんとか、最小失点といいますか、ゼロで切り抜けていくことによって、終盤の逆転というところにはつながるというふうに思いますので、ケムナ投手もね、ちょっと難しい調整あるかもしれませんけども、なんとか無失点で切り抜けてほしいなというふうに思います。はい、そして島内投手もね、まあランナーを出しながらの、無失点ということで、もうここもね、無失点で帰ってきてくれればいいです。3人でね、ビシッと、リズムよく帰ってこいというふうには言いませんので、なんとかゼロで切り抜けてくれればいいと思いますんで、こちらの2人頑張ってほしいなというふうに思います。はい、そしてその戸根さんですね、試合展開的にも、ちょっと残念なホームラン食らってしまいましたし、打たれた相手が坂本選手というのもね、やっぱり目覚めさせちゃいけない選手を今日はね、2本ホームランと、さらには猛打賞ということをさせてしまいましたんで、ちょっとね、カープの投手陣、ここはね、反省してほしいなというふうに思います。で、あと2試合ありますんでね、ここまではもう1回眠らせといて、その次のカードからまた暴れてもらえば、いいんですけども、ちょっといかん相手に、打たれてしまったというのは残念な結果となっております。戸根投手でした。はい、そしてね、まあ今日の展開、リードをね、許した展開というところもありましたんで、大道投手ですね、こちらがまあ昨日素晴らしい、おとといか、素晴らしいピッチング見せておりましたんで、やっぱり見たいんやというところで、まあ去年はですね、確か東京ドームで先発のチャンスをもらっていたんですけども、いまいちなピッチングだったというところもあったんで、今年ね、このリリーフ、現段階ではリリーフとしてね、頑張っておりますんで、東京ドームでの、悪いイメージを払拭するようなね、ピッチングをさせてあげてほしいので、ぜひね、明日明後日の中で、登板機会を作ってあげてほしいなというふうに思います。もうシンプルに大道投手が見たいということで言っておきます。はい、そして最後その他の点見ていきますと、今日葉月選手挙げていきましたね。もう林選手じゃなくて葉月選手というところで、もう一体どうするんだ内野手はということで、まあ、田中さん、韮澤さん、矢野さん、葉月さんということで、まあ、似たような、ね、キャラの4人どうやって使い分けていくんだろうということで、今日は代打の1番手で田中さん、2番手で韮澤さんというふうになっておりますけども、まあダイソーでいくと大森さんいますし、そうなると矢野さんと葉月さん、まあ、ポジションは被らないものの、キャラ的には被るし、ポジションでいけば誰かしらと被るということで、どういう意図でねこの4人を揃えているのかと、まあ、今日でいくと、まあ、デイビッドソン選手がねホームランこそ放っているもののゲーム前の、状態でいくと、林さんなんかをね上げてきてくれてもいいのかなというようなところで、葉月さんを上げたということはね、まあ、どのように使っていくかというのはこれから楽しみに見ていきたいなというふうに思います。はい、そして、今日はですね、55番の秋広選手が東京ドームデビュー戦ということで、なんか松井さんとね、しきりに、比較するような、特集が組まれていたんですけども、まあいいですよ、それは、ホームチームでね、ジャイアンツの、その、ホームとして、テレビやってるんでいいんですけども、マクブルーム選手、ツーベース打ってる途中でしょうが、というところでも、もうひたすらね、秋広さんと松井さんのしゃ、話をするということで、今日、上重さんだったのかな、アナウンサー。ちょっと名前を確認してないけど、声の感じ、上重さんだった
んですけども、まああの辺はねちょっと失礼かなというふうには思いました。まあジャイアンツのねゲームでジャイアンツ側の中継ということは、ね、仕方ないんですけども、その辺は気をつけてほしいなというふうに言いました。で広島地方のテレビはまあまあのフラットな感じでね喋っているなという印象を受けまして、とはいうのは愛知県ですね、こちらは当然ドラゴンズ寄りの放送あるんですけども、まあ結構ひどいですね。ドラゴンズ寄りすぎて全然中立じゃない感じで喋っていますんで、まあその辺も J スポとかダゾーンとかでね見てる方はいれば分かるとは思うんですけども、まあちょっとなかなか全国では映せないぐらいドラゴンズに偏ったテレビ中継となっております。まあしょうがないですね、応援放送という風になっておりますんで、しょうがないとは思うんですけども、プレーが始まったらやっぱりね、そこをしっかり実況してほしいですし、解説の方はしてってほしいなというところで一つね言わさせていただきました。はい、そして今日試合途中、マウンドにねコーチとして上がるのが、まあ、普段はね投手コーチが行くんですけども、今日は、バッテリーコーチがマウンドに上がっていくというところもありましたんでね、その辺はまあこの前は栗林投手の時は新井監督が自ら行くということで、まあ場面場面に応じてね本当にコーチもね使い分けるというところはこれはいいかなというふうに思います。はい、そしてめちゃくちゃ残念なニュースで、中村奨成選手、靭帯だったかな、やってしまったということで、ちょっと復帰未定で1ヶ月は固定というところで、間違いなくね今季はもう無理だというような結果になっておりまして、今シーズンは本当に少ないチャンスながら代打をねチャンスをものにして打率5割というところをキープしながら迎えてね、やっともらったスタメンのチャンスで牽制の帰塁の時にひねってそのままやってしまったということなので、非常に残念なんですけども、まあこれでね怪我で戦力外というのはかわいそうなんで、もう来年はね本当に減俸でもいいので、中村奨成選手ね、もう一回ね、もう一年チャンス与えてほしいなと。まあ今年ダメだったらおそらくもう厳しいんじゃないかというふうに言われている立場だったんですけども、まあしっかりね怪我するまでアピールできていましたので、で今年中の復帰というのは多分難しいので、もう一年なんとかねチャンス与えてほしいなというふうに球団の方にお願いしておきます。はい、というわけで本日の内容は以上になりまして、明日ですね、コルニエル投手なんとかね先週並みのピッチング見せてもらいまして、もう一回ね貯金生活に戻りたいと思います。もう本当に借金生活はねやばいので、明日なんとか勝ちたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、そして私はトヨタカレンダーとなりますので、長期連休の方スタートしております。はい、ということでねちょっと浮かれポンチでありますけども、皆さんしっかり応援の方していきましょう。そしてねゴールデンウィーク後半ちょっと天気の方が心配で、心の方晴れてこないんですけども、まあ、その辺はねなんとか吹っ飛ばしていきたいというふうに思います。はい、今日はですねちょっと試合の結果はね残念だったんですけども、まあ、9回の、粘りを見て、満足なゲームというふうに思いますんで、しっかり眠りたいと思います。はい、というわけで今日負けてしまって5割に戻ってしまいますけども、そんなの関係ねやっちゃおうやということで終わりたいと思います。おやすみなさい。